こんにちは、とうこママです。ずっと欲しくて買うか迷っていたストーブのお鍋、子供たちの食べる量が増えていて手持ちの鍋では入らなくなってきたので購入しました。ブレイザーソテーパンの28センチサイズ、フランス生まれのホーロー鍋です。この鍋一つで煮る、焼くだけでなく、お米を炊いたりオーブン調理、揚げ物までできます。一番の特徴はこの重たい蓋のおかげで密閉性が良く、無水調理をすることができます。この朝型のブレイザーソテーパンを選んだ理由は、鍋底が広いので炒めてから煮るような煮物にはぴったりです。またこのまま食卓に出しても良さそうなデザインだったのでこれにしました。お料理がさらに楽しくなりそうです。この鍋は洗った後シーズニングといって、油を塗って鍋肌に油をなじませると長持ちします。早速今日の晩ご飯はこの鍋を使った料理を作ろうと思います。鶏とごぼうの炊き込みご飯を作ります。お米を洗った後に水に浸して浸水させます。3合のお米なので2カップ分の水を入れ、あとの1カップ分は調味料と合わせて水の量を調整します。さてその間にぶり大根を作ります。冬はぶりが美味しい季節、12月から2月は寒ぶりと言われ、身が締まり脂が乗っていて美味しいです。特にブリのアラは脂が乗っていてブリ大根にぴったり、長く煮てもパサつきにくいです。骨があって子供には食べにくいので身の部分も用意しました。臭みを取るために塩を振って10分ほど置きます。その間に大根の準備。大根の旬も冬のこの寒い季節、太くて立派な大根がスーパーに並んでいます。ブリも大根も今が旬なので、ブリ大根を作るなら今がベストシーズンです。米の研ぎ汁を使って下茹でする方法もありますが、今日は一番簡単な電子レンジを使って下茹での代わりにします。大根が柔らかくなるまで加熱します。ぶりからうっすらと水分が出てきました。ブリのアラは特に臭みが多いので、お湯にくぐらせて霜降りをします。切り身は臭みが少ないので霜降りをしなくても大丈夫です。さっと火を通したら氷水にあげます。ただいま。さっと寒かったでしょ。今日すごい風がすごかったよね。飛ばされそうで家がガタ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 。おかえり。新しいさ、ちょっとお鍋買っちゃったのよ。何するお鍋？これ煮物とかさ、あの鍋よ。今日はご飯を炊こうかな。鍋でご飯炊けるの？いつも鍋で炊いてるよ。寒かったでしょ。風強くて紙飛行機した。あ、風強かったから？うん。大根は串がスッと入れば OK。 臭みを取ってくれる生姜は皮ごと使います。さてぶり大根を煮ていきましょう。水、大根、酒、
みりん、醤油、生姜も入れます。ぶりを入れてコトコト煮ていきましょう。長芋ポン酢を作ります。長芋はネバネバが特徴。すりおろしてご飯にかけても、焼いてホクホクなお芋にしても美味しいですよね。ネバネバで痒くなる方は手袋をして調理してもいいかもしれません。今日は長芋に青のりとポン酢をかけるだけ。とっても簡単ですが最高に美味しい一品です。食べるまで冷蔵庫に入れておくと、長芋にポン酢が馴染んでさらに美味しくなります。鶏ごぼうご飯に入れるごぼうは皮を剥きます。ごぼうに筋目を入れます。こうすることでささがきにしたときに細かいささがきになります。ごぼうが大きいと子供が嫌がるので、なるべく細かくしておきます。鶏もも肉はキッチンペーパーでドリップを拭き取ります。油や余計な皮も子供が嫌がるので落としておきます。炊き込みご飯に入れるので細かめに切ります。油揚げも一緒に炊き込みご飯に入れると旨味がアップします。具材は一度炒めて味付けをします。みりん大さじ1、醤油大さじ1を加えます。水分がなくなるまで煮詰めます。おせんべいあるよ。美味しいの。このせんべい美味しいの。ここ食べて。え？うん、いいよ。あと片付けるよ。うん。パパ。パパ。ご飯炊かないと。さあ、新しいお鍋で炊き込みご飯を炊いてみましょう。醤油、酒、水を最後に足して水分量を調整します。お米の上に炒めた鶏ごぼうをのせます。最後に粉末だしをかけます。
普段は沸騰するまで強火にかけますが、ストーブのお鍋は弱火から中火で使うように説明書に書いてあるので、中火で沸かします。沸騰したら弱火にして10分火にかけます。一緒にゲームしたいの？それでさ、ママと一緒にバラバラにしてたから。おちゃんも一緒にやりたいの？二人だったらできない。うん？でもちょっと難しいかな、これまた。じゃあ見て。一緒に遊びたい。使わない？じゃあ見てな。さて、ご飯が炊けるまでにもう一品、野菜のナムルを作ります。今日はちょっと横着して、一つのお鍋で一緒に野菜を湯がいていきます。大豆を発酵させた大豆もやしを使います。この大豆もやしは大豆イソフラボンやギャバが含まれていて、普通のもやしより栄養価がとても高いようです。ザルに引き上げます。さて、残ったお湯でほうれん草も湯がいてしまいましょう。さっと湯がいたら取り出します。水で冷やします。ほうれん草の根っこ、普段は捨ててしまいがちですが、ここは鉄分やビタミン C がたっぷり含まれているところなんですよね。今日は残さずにいただこうと思います。もやしと人参はよく絞って水気を取ります。ほうれん草ももう一度絞って加えます。調味料は塩、鶏ガラスープ、おろしにんにく、白ごまをたっぷり、最後に香り付けにごま油を一回し、あとは混ぜるだけ。味を見て塩気を調整します。簡単で美味しい野菜のナムルの完成です。冷蔵庫で寝かせていた長芋ポン酢、味が馴染みました。もうさ、もうすぐご飯だからね。それ、おもちゃ片付けてくれるゲーム。途中かもしれないけど。ぶり大根も良さそうです。これさ、もうさ、もうそろそろ片付けてちょうだい。これいい？もう売り方。片付けの感じなんだよな。もう片付けだよ。いい？いい、いいや。あ、やだ、ママ今日エプロン反対に着てる。やだ、こっちに縫い目が来てる。汚れた。なんなの？なんでしょう。開けるよ。なんでしょう。ほ。炊き込みご飯。ね、ボーナーにする。今日は
初めてこのお鍋で炊いてみたらどうかな。ご飯も炊けるし煮物もできるし何でもできる鍋です。さてご飯が揃いました。新しい鍋で炊いた炊き込みご飯の味が楽しみです。みんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。長芋美味しいから食べてごらん。長芋に味ぽん。長芋？うん。長い。長い芋。長芋。山芋。この炊き込みご飯美味しいよ。の新しいお鍋。ねえ、もちの。うん。最後までご視聴ありがとうございました。無水肉じゃがに無水カレー。水の代わりに野菜の水分や肉の油で調理する無水鍋。いろいろと作ってみようと思います。いつも多くのコメント、高評価ありがとうございます。とっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。